塩の更新、塩の更新、塩の更新、ソルト・マーチ、ダンジ・サティア・グラハとは、1930年に、マハト・マガンディ並びに、彼の支持者が、イギリス植民地政府による塩の専売に反対し、声援のために、グジャラート州アフマダーバードから、道州南部、ダーンディ海岸までの、約3 8 6トルを更新した、抗議行動のことである。 この更新は3月12日から4月6日まで続き、インドのイギリスからの独立運動における重要な転換点となった。1929年12月31日夜、インド国民会議はラーホールノの,の土手で独立の旗を形容した。ガンディやジャワハルラールネルが率いるインド国民会議は1930年1月26日に、 完全に独立する、意図完全独立ことを決議した。国民会議はにおいて、市民的不服従を進める責任があると発表した。この運動はまたヒンドゥー教徒とイスラム教徒を一つに、まとめるために、宗教的な色彩を排除することが必要だった。ガンディは非暴力市民的不服従運動があらゆる一連の抗議の基礎であると確信していた。 彼の基本的な考え方の一つであるサッティアーグラハは、ただの受け身の抵抗以上のものを意味していた。サッティアーグラハは、サンスクリットの言葉、アーグラハ、アグレア、説得と、サッティア、サチャ、真実を統合したものであった。ガンディにとって、サッティアーグラハを推進することが非暴力運動の強さのもとになるということが重要であった。ガンディの言葉の中に、 以下ののようなものがある。2月初旬、ガンディの関心は、イギリスの塩の専売制度に向けられた。塩の専売制度は、英国植民地支配を支える収入源だった。ガンディは、塩の専売制度を、非暴力による政治抗議の中心点とした。インドにおける、イギリスの塩の専売制度が意味するところは、イギリス政府以外で塩を作ったり売ったりするものは、 法によって裁かれ、刑に処されるものであった。塩は、海岸地域で簡単に労働者によって作られるもので、あるにもかかわらず、労働者は金を支払わざるを得ないものだった。ガンディの選択は、地域、階層、宗教、人種的な境界を超えて訴えるという重要な基準にかなった。誰もが塩を必要とし、イギリスの塩への潜培は全員途中に衝撃を与えた。 どの古作人も、どの貴族階級も日常生活において、潮がどれだけ重要か認識していたので、インド人に対し不公平なものである潮の専売制度に対する抗議は巧妙な選択だった。また潮の専売制度に対する抗議は良い選択だった。というのも同時に、潮の専売制度に対する抗議が大衆を動かすのに十分な力を発揮しているという意味で、 国民会議中道派を阻害することはなかったからである。2月5日の新聞は、ガンディが、演税に抗議するために、市民的不服従運動を始めようとしていることを、報じた。法を破ることなく塩の栓培制度を改める、要努力するために1930年3月2日、ガンディは、インド総督のアーウィン教に完全独立を要求せず11項目の、 要求を提出し以下の手紙を書いた。アーウィン教はこの手紙に答えなかった。そこで1930年3月12日、ガンディーと約78人のサッティー・ヤーグラハの支持者は、徒歩で、グジャラート州のダンディー海岸の村に向けて出発した。にある、スタート地点から240マイル、約380キロメートル離れたところであった。 二十三日の経過の間に四つの県と四十八の村を通り、路上では人々の支援を受けた。更新の間、数千のサッティー・ヤーグラ派の人々や女流詩人のがガンディに加わった。四月五日、海岸に到着すると、アソシエーテッドプレス社のリポーターのインタビューにガンディは以下のように応じた。翌日の朝、ガンディは泥と塩の塊を掲げ、これ、 役者中、泥と塩の塊で、私は大英帝国の土台を揺るがしたのだと言った。その後、ガンディは、インド人が合法的に生産できない塩を作る目に、それを煮始めた。ガンディは数千の支持者に、海岸のどこでも便利で落ち着けるところで塩を作り始めようと訴えた。塩の行進は全インド中に、同様の非暴力不服従運動を及ぼした。 塩の専売制度をめぐる非暴力の戦いは4月13日まで続いた。同時に英国製の服や商品の不買運動が起きた。インドの海岸の至るところで塩が非合法的に販売された。ガンディーが作った最初の塩は1600ルピー、当時の750ドルに相当で売られた。塩の更新の反応の中で英国政府は4月末までに6000人以上の 人々を投獄した。ペシャーワルでは、サッティアーグラハは、ガンディの弟子で、イスラム教徒のパシュトゥーン人によって繰り広げられた。彼はと呼ばれる、非暴力運動家の兵士を訓練した。1930年4月23日、カーンは逮捕された。クダーイ・イーキドマトガルの群衆がペシャーワルの市場に集まった。英国政府は武装していない彼らや、他の群衆に発砲した。 イギリスの連帯の一つは彼らに保することを拒絶した。複数の記事によると、群衆は非暴力の運動に強化され行動していた。前列の人々が倒れたらば、後列の人々が前進し重火にさらされた。この衝突は朝11時から夕方5時まで続いた。1930年5月4日の夜、ガンディがダンディ海岸の近くの村のマンゴーの木の下にある。 簡易ベッドの上で眠っていた夜半過ぎに、スーラとの警察判事、ザ・ディストリクト・マジストレイトが二人のインド人三十人の銃装備した警官を同伴し彼を法違反で逮捕した。塩の更新は、植民地国家の地議民衆が動いたことで、植民地政策を行っている国家の関心事となった。ガンディは刑務所から釈放された後も、 インドの独立へ向けて働き続け1947年、インドは独立した。ガンディはインド独立の一つの転換点となった要素は否めない。だが彼についての経済的な評価は揺れている。75周年の記念日に塩の更新を記念して、マハトマガンディ財団は塩の更新を再現しようと提案した。そのイベントは平和。 マサヨシと自由のための国際的行進として知られる。マハトマガンディの日このと数百の人々はダンディまで同じルートでほぼ同じ時間かけて歩こうとした。2005年3月12日のアフマダーバードでの出発の日、ソニアガンディや議長、インドの内閣のほぼ半分が出席し彼らの多くは最初の数キロを歩いた。4月5日夜に参加者はダンディ海岸に到着しなのか、 記念は終わった。長崎陽子、2004? 第9章ガンディ時代、からシマノ編、2004、審判世界各国史7南アジア史、山川出版社 ISBN978 から4から634413702。いずれも、塩の更新の英語版によるものである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。